すいません、ついカメラ目線でっていうことなんですけど、今日はいつもカメラを撮っていただいているうちの仲間の北田さんという方が、中村記念病院にめでたく入院しました。ちょっと2ヶ月ぐらいお休みをします。その代わり小生お箱師匠のお弟子さんには優秀なメンバーが取り揃えておりまして、きちっと撮っていただいてますので、皆様の頭はいつものように YouTube に流れると思いますので、ぜひ頭を磨いておいてください。よろしくお願いいたします。本当にごめんなさいね、もう走り回っていて痩せるために頑張って動いてるんですが、なかなか痩せない。でも、痩せるよりも太った方が幸せなのかなと思ってますので、食べれる感謝、元気な感謝をしております。で、皆様本当に今日は前をね、ありがとうございます。ここにシートを外したものですから、まん延防止が終わりましてね、ですからちょっと机を置いて、また距離を少し取っていただいて、一応まだ頑張ってますよというところをお見せしなければならないというよりも、皆様の意識も含めて本当に早く外したいですね。マスクおよびみんなと楽しく会食したり、旅行いっぱい行ったり、外国にも行ったりね、いろんなことをしたいんですが、世の中どうなってるかよく分かりません。もうね、あだこだ喋るのやめました。ミサイルの話もやめました。ウクライナの戦争の話もやめました。だってもうずっとこの何千年人間が生まれてずっとやってから、もう繰り返し同じことやってるから、これはもう正直言って神様がいろんなことでいるのかどうかわからない神様、ごめんなさい。いろんな世界の中で、きっと人間が持って生まれた業というか、それがずっと永遠に続くんだと思います。でもここにいる私方は元気で楽しい落語を聞いて、美味しいものを食べて、そして前向きに、残された本当人生を謳歌してほしいなと思います。それが一番、世の中の平和に逆につながるんじゃないかなと思ってますので、皆様とにかく元気で楽しく落語を日々聞くようにお願いします。で、5月29日、砂川で先生が、小生お箱一門が大落語会をします。で、何人かこの中で行かれる方もいると思いますが、だんだん世界に羽ばたく小生お箱、本当そういう感じで、私がいつも言っている一番無駄な趣味、ごめん、落語を聞く趣味っていうのは日本人しかあまりいないので、そのわびさびだとか気持ちとか、もうこんなことを言って、なんて言うんでしょう、暗いことを楽しくできる話っていうのは落語しか私はないと思っています。ですから聞く方の力も必要なので、それが聞けるということは本当に素晴らしい人生力だと思っていますので、ぜひ落語を普及したいと思っておりますので、皆様良くても悪くても悪口でも何でも楽しく落語にしてボンボンストレスを解消してください。では始まります。盛大な拍手でお迎えください。どうも151回、大和屋美人寄席に、足を運んでいただいてありがとうございます。先ほどお上の方からもあった通り、こちらの方、来週29日となっておりますので、まだ席は余裕があるそうですので、ぜひチケットを買っていただければなと思っております。今日もそそっかしいお話をするんですが、昨日もこんなことがありまして、娘にですね、実はお父さんね、高校時代柔道をやっててっていう話をしたんですよね。そしたらもうお父さん、その話は12回目だよと。もう一体誰に何の話をしたんだかよくわからなくなるんですが、まあ、そういうそそっかしいところってのはよくありまして、そういうのを粗こつものと言ったりするんですが、まあ今日はそのお話です。ったくどこへ行っちまったんだろうね、うちの人は。この大事のタンスを担いで、背負って運んでやるんだなんつって出てったきりね、いまだに姿を見せやしない。タンス以外はあらかた片付いたんだけどね。こんちは。お邪魔します。こんにちは。あら、どうなった。いやー、すまねえ。やっと着いたよね。あら、お前さんじゃないの。この時間までどこほっつき歩いてたって言うんだい。それにね、自分家に挨拶なんかしておかしいじゃないの。いやー、すまねえ。
いや、あんまりな、このショーテター、あー、このタンスが重くて、もうここわけわかんなくなっちまったんだよ。あ、お前の家に一回戻ってお前に聞こうと思ったんだけどよ、戻ってみたら荷物は何にもねえし、あ、だいたいお前もいなくてよ、聞くに聞けなくて。お前さ、何も泣くことはないじゃないの。顔上げなさいよ。それにね、まあいいや、その重たいって単数下ろしたらどうだい。そうだな、そうするよ。よし、これでやっと肩の荷が下りたってやつだ。お前さんは忙しい人ですね。泣いたり笑ったりシャレを言ったり。あ、そんなことよりお前さん、その足元にある、いやいや、タンスじゃないよ、その前にあるほうき、そう、そのほうきをかける長い釘を一つ打ってくださいな。おう、しっかり者の上でも釘は、あ、まあ俺はデイクだからな。あ、長い釘、長い釘と、お、これがいいかな。八寸ある瓦釘、はい、いくよ、はい、いてってってって、あ、こっちの指か。ああ、釘打ち込んどいたぞ。あら、お前さん、ありがとに、お前さん、そそっかしい人だね。釘を全部打ち込んじまったら、ほうきをかけることできやしないじゃないか。それにね、中屋の壁が薄いんですよ。隣の壁からふーっと釘が出てたら危ないじゃないの。ちょっと見に行って謝ってきてくださいな。おお、そうだな。あ、確かにそうだ。あ、ちょっと行ってくるわ。お前さん、落ち着きは一人前なんですからね。しっかりしてくださいよ。おお、落ち着きは一人前。うん。落ち着きは一人前。ああ、落ち着きは一人前。落ち着きは一人前な。あ、こんにちは。あ、お邪魔します。こんにちは。誰だ、おめえは。こんにちは。壁から釘出てませんかね。壁から釘なんですよ。ヒューって長い釘なんですけども。なんでやぶから棒に。やぶから棒じゃないんですよ。壁から釘なんですよ。壁から釘出てませんかね。なんでさっきから、ちょっと、一旦落ち着こうか。そうなんですよ。うん、落ち着きゃ一人前って。落ち着きゃ一人前、落ち着きゃ一人前。そうだ、思い出した。うちのかかがね、釘をかけるからほうきを打ってくれって、そういうもんですから。何やに？釘をかけるんで、ほうきを打つ？面白いやつだな。いや、違いますよ。ほうきをかけるのに釘を打つんですよ。そそっかしい人だ。どっちがそそっかしいってんだ。あ、まあ長くなりそうだから。で、あ、そう、それで釘をね、トトーンと、あ、打ったんですけど、八寸ある瓦釘を間違えて全部打ち込んじまいましてね。それで心配で見に来たって。あ、そういうわけなんですよ。おお、なるほどな。あ、ちょっと見てくるか。何にも出てやしねえな。あ、ところでお前さん、どこの長屋に越してきたって。ええ、向かいの長屋です。向かいって、この通りを挟んだあの角っこかい。向かいです。ああ、それじゃあ釘は出てねえな。ああ、他を当たってやんな。いや、こっちとらテイクですよ。テイクの俺が言うんだ、間違いねえ。ああ、もう一回よく見た方がいいですよ。いや、ああ、俺は大工でもないし、ああ、まあ素人だけどな。ああ、そんな長い釘はねえ。ああ、他を当たってやんだ。いや、もう一遍言いますよ。こっちとはデイクなの。え、後ろ、後ろがどうしたってんですか。そんな長い釘はないですよね。あ、失礼しました。いや、そそっかしくていけねえな。ああ、早いとこ済まちまう。こんにちは。ほら、お前さん早かったね。ここ自分家だ。隣ん家だ、隣ん家。落ち着きゃ一人前、落ち着きゃ一人前。よし、こんにちは。お邪魔します。こんにちは。はいはい、どなたですかな。落ち着きゃ一人前、落ち着きゃ一人前。喉乾いたな。お、お茶あるか。ああ、それは私のお茶ですよ。ああ、飲んじまった。
あ、茶一杯入れてやんな。え、この人誰だって？私だって知りやしないよ。いいから茶入れてやんな。え、いいんだって。この時期になるとね、こういう人増えるんだ。ああ、気にしないで茶入れてやんな。いいから、うちはね、そういう長屋なの。え、どんな長屋だって、ね、細かなことは気にしなくていいから、まあ茶入れてやんな。はあ、だいぶ落ち着いてきたな。おお、よく見りゃ今日いい天気だったんじゃねえか。ああ、明日もいい天気だろうな。この分でいくと、明後日もいい天気だろうな。面白い人だね。いきなり人ん家に入り込んできて、ああ、茶飲んで。今度は天気の話をしてるよ。ったく何しに来たんだかね。おう、あの、ご用件は、ご用件は何でしょうか。いや、用件ってほどじゃねえんだけどよ。ああ。そうだ、今日、俺、この長屋に越してきたんだ。じゃあ、お隣さん。おお、お隣さんね。今後もごひいきに、よろしくお願いします。あ、そんでな、あ、まあ、用件ってほどじゃねえんだけど、あ、かかが、ほうきをかける釘を打ってくれってそういうもんだからよ。うん。ハッサンある瓦釘をトトーンと、あ、打っといたんだけど、間違えて全部打ち込んじまってな。だから、おめんちの壁から釘が出てねえかと思って心配で見に来たって、そういうわけだった。えらいことしてくれましたね。ちょっとお前さん、あの、自分家に戻って、その釘の場所を教えてくださいな。お、わかるかい？ここだよ、ここ。ここに釘があるよ。お、わかりませんな。どこですかな。いや、だからここだって、あ、さっきから指さしてんのわかんねえかな。わかるわけないじゃないですか、あ、そうだ。頭を叩いてくださいな。頭を。おお、頭叩いたらわかるのか。おお、面白いね。いくよ。いてててて。お、わかりませんな。あ、どこですかな。あ、もう一遍強く叩いてくださいな。もう一遍強く。おし、行くよ。いてて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 。どうなさいました。大丈夫ですか。ひょっとして自分の頭叩いてませんか。違いますよ、釘の頭ですよ、釘の頭。まったく弱ったお人だ。初めっからそういやいいじゃねえかな。行くよ。ここだよ、ここ。わかるかい。どうだい。ああ、音がしますね。仏壇から音がしますね。ナマンダフ、ナマンダフ、ナマンダフ。ああ、仏様にはうまいこと刺さっておりませんでしたが、あ、頭の上、五甲のあたりからスーッと長い釘が一本出ておりまして。あ、叩くのはおやめくださいな。あ、場所が分かったんで、こちらに来てくださいな。あ、どうもお邪魔します。はじめまして。はじめましてってさっき来たばかりじゃないですか。あ、いいから上がってくださいな。奥です、奥。この仏壇を見てくださいな。仏壇変わったことはなさそうで。さっきからくだらないこと言って。よーく見てくださいな。仏様の頭の上、五甲のあたりを。あ、なんか出てますね、スーって。あれなんです。あれが釘。はあ、なるほどね。あそこに打ったらここに出る。はあ、なるほど。何を感心してんですか。一体どうするつもりです。いや、確かに困っちまったな。明日からここにほうきをかけに来なくちゃいけない。五条と申します。この五条と申しますには、この世でいいことをやっておきますと、あの世でいいことがあるということなんでございますが、本当はですね、自分の悪いところはどこだろうね、
わしのこういうものはこういう考え方をするからこういうことをしてしまうんだ、ね、そういうことができないように自分の身と心を正そうということを考えてやるのが本当なんですが、まあ、私たちはそういう大元のことを忘れてしまいまして、まあ、これさえやっとけば問題ないだろうということを、まあ、してしまいがちでございますな。まあ、私この通り坊さんなんでございますが、まあ、神様にもお願いに行きましてね、この間のゴールデンウィークはですか、島のね、リスのハート型をしているからというね、非常に俗な理由で北海道神宮にお参りなんていたしましたが、そうしましたですな、まあ、どこから内地からの、ね、観光客の方だと思うんですが、まあまあ、割といい身なりをしていらっしゃいましてね、でこの、お祈りをして、でこの財布が、まあ、なんか与吉さんがいっぱい入りそうな、大きな財布を持ってたんですが、そこから出すのかなと思ったらそれはなんかこう閉まってるさ、で自分のなんかポケットをね、こうして何が出てくるのかなと、まあ、500円ぐらい出すのかなと思ったらですね、1円玉ですね、アルミニウムね、あれチャリンって入れましたね、なんて言ってんのかなと思ったらですね、商売繁盛、家内安全、一流万倍、動画楽してがっつり儲けありますよ、無理だよそりゃしかも一粒万倍ってね、一粒の種が一万倍になって帰ってきますように、一円が諭吉さんになりますようにって、もう頼まれた方の神様も止まったもんじゃないと思いますね。まあそんなことを思ってしまうもんなんでございますが、ここにおります一人のご隠居様、自分のご商売は天息子さんに譲ってしまいまして、自分は観音様を拝んで暮らして、でまあこのご隠居様、虫も殺さないんですな。まあ、夏にカナンゾが腕に止まっておりますと、お前ね、あんまりいっぱい吸うんじゃないよ、メタボになるよ、あんまり重くなると動きも鈍くなるから、その辺にしときなさい、じゃあお前こっち来てお吸いなんてね、まあ、私なんぞ商売柄ね、人が見てるとこではまあやりませんが、まあ、いないとですぐちゃっとやっちゃうんでございますね。でまあこのご隠居様、観音様を拝んで暮らしておりますが、観音様は33身に献身するとこういうふうに申します。まあ今日は違う観音様を拝んであげましょうということで、普段は通らない大川の貸し口を通りますと、そこに一軒のうなぎ屋がございまして、そこの主人がうなぎをまな板の上に置いて切って通して裂いて焼いてかば焼きを作ろうというところ、おい何やってるんだお前は、えいらっしゃい、らっしゃいじゃねえ、お前そのうなぎ一体どうするつもりだ、助けてあげなさい、いや無理ですよ、うちうなぎ屋ですから、お客の注文でかば焼きにするんです、お前ねうなぎが何悪いことしたってんだ、えいや何も悪いことしませんけど、 うなぎ屋ですからね、お前ね自分がまな板の上に引かれて木で通して裂いて焼かれたら一体どんな気持ちがするんだ、いや私そんな悪いことしませんから、うなぎだって何悪いことしたってんだ、えいいからねそのうなぎ助けてあげなさい、いやですからね無理ですよね、うちうなぎ屋ですからね、そんなことしまったらねうち潰れちまいますから、帰ってください帰ってください、はあ、情けねえ野郎だ、わかったわかった、じゃあこうしよう、そのうなぎな私が買おうじゃないか、いくらだ、まあ買ってくれるってんだろうね、このうなぎ3円です、3円ね、タイマーがお金のことなんて言ってありませんからね、ここに3円置くからそのうなぎこっちに渡しなさい、私は素人だよ、それも渡されたってね取れるわけがないじゃないか、そのザルをお貸しザルを、まったくお前もな大変なやつに捕まったな、私が助けてやるから恩に思えよ、いいかもうあんなやつにな捕まっちゃなんねえぞってんで表の川行って、さあいい御所をした、ナムカンゼヨンボタツナムカンゼヨンボタツ、またあくる日になりますってえとこのうなぎ屋が
うなぎをまな板の上に敷いて、切りで、通して、裂いて、焼いて、かば焼きを作ろうというところ。お前はまたうなぎを殺すのかい？あ、へい、いらっしゃい。じゃっさいじゃねえ。え？そのうなぎ、助けてあげなさい。いやー、ダメなんですよね。うちも商売ですから。はぁ、情けねえ野郎だ。あ、わかったわかった。いや、そのうなぎ、今日も私が買おうじゃないか。え、いくらだ？今日、え、ありがとうございます。このうなぎ、3円です。3円ね。じゃあ、ここに3円置くから、そのうなぎ、こっちに渡しなさい。このうなぎ、昨日より随分小さいようだな。え、今日はね、式でうなぎ高いんですよ。なんてんで、また表の川に行きまして、表の川へ。ああ、いい胡椒をした。ナムカンゼヨンボタツ、ナムカンゼヨンボタツ。ということで、毎日うなぎを3元で買っておりますと、たちまち見ては左内は、仲間の者が羨ましがありまして、おめえよ、いい隠居捕まえたら、あ？お前んとこの店よ、あの、ご隠居つくで、安く買おうじゃねえか。なんてのまで哀れをしますですが、このおじいさんが最近どんと姿を見せませんで、どうしたのかな、おじいさん。最近の姿見せねえな。もう来ないよ。なんで？なんでってあんたん、考えてごらんよ。あんた花はね、もうこんな大きいうなぎ、3円で売ってたよ。それがだん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 小さくなって。この間なんかさ、土壌1匹3円で売ったじゃないか。ええー、嫌になったんだよ。助けがいがないってやつさ。どっか他のとこ回ってんだよ。そうかな、そんなことはねえと思うけどな。だいぶ年寄りだからよ、風邪でも引いたんじゃねえか。まあ何にせよ、あのじいさん生きてさえいりゃな、何でもためはたいて放り込んでくれて儲け出してくれるんだからよ。いいじいさんだよな。早く来ねえかな。あのじいさんが来ねえとよ、もう懐がよ寒くっていけねえんだ。おおい、あそこに見るの、あのじいさんじゃねえか。ああ。痩せたね。ああ。渡ったかな。ああ。あれはもうな、長いことねえぞ。ああ。今のうちにな、フォンダー食っとかなきゃいけないな。ああ。よし、うなぎ持ってこい、うなぎ。うなぎいないよ。今日休みじゃないか。ああ、そうだったら。あ、じゃあな、土壌でいいや。土壌付きの身にしちゃった。ああ。金魚いたろ。金魚、昨日死んじゃった。いや、だめ、金魚だね。あー、来てまいた。あ、ネズミ、ネズミ捕まえる。ネズミそんなに簡単に捕まらないよ。あー、生きてね。あ、来てまう。もう間に合わねえ。なんでもいいんだよ、来てる。あ、ってんで、そこにいました赤ん坊を、これをまな板の上に据えて、それで、切りで、通して、裂いて、焼いて、かば焼きを作ろうというところ。おい、何やってるんだ、お前。えい、らっしゃい。らっしゃいじゃねえ。え、お前、その赤ん坊、一体どうするつもりだ。え、これはお客様の注文でかば焼きに。赤ん坊をかば焼きに頼むやつがある。ああ、わかったわかった。あ、その赤ん坊だ。私は買おうじゃないか。え、いくらだ？え、この赤ん坊、100円です。あ、100円で、お金のことなんて言っておりませんから。あ、ここに100円置くから、その赤ん坊で、こっちに渡しなさい。はぁ、本当にな、鬼親だな。あんなやつがね、鬼滅の刃で蹴られる鬼になるんだよ。まったくな、もうな、あんなやつに捕まっちゃなんねえぞ。長生きしろよってんで、表の川へ、こちゃー。ああ、いいご賞をした。ありがとうございます。続きまして、小生一番でお付き合いを願います。今東京の両国国技館では大相撲の夏場所が開催されております。今日が14日目、明日が千秋楽でございます。今場所は大関3人ともすでに負け越しとか7敗が2人いて、もう優勝争いがおかげで混沌としております。3敗が3人、4敗が4人と、
ということで、まあ、わけのわからない相撲になっております。で、私が注目しているのが、前頭の15枚目に一山本というお相撲さんがおります。本名山本大輝という名前なんですが、その山本に上を1本加えまして、これなんか画数の関係で嗅覚にして一山本というしこ名で今出ているわけでございますが、北海道の岩内町出身で道内の福知間町に、役場で勤めたんですが、23歳で角界に入ったという異色の力士でございます。で、今場所は調子よくってですね、10日目でもう勝ち越したんですね。ところが15枚目ですけども、もう勝ち越したんで、最近は上位と当たって、昨日は多分小結びの大栄翔かなんかと当たってですね、その後ずっと負け続けまして、今10勝8敗ぐらいですから、まあこれから上上がっていくと大変あの期待をしている力士でございますので、まあ、北海道では一山本が、一番上かなと思いますので、あの今後とも注目をしていただければよりお相撲さんが楽しくなるのかなというふうに思います。ということで、今日はのお相撲のお話でございます。その昔でございます。江戸時代の寛政年間に横綱、四代目の横綱で谷風という強い横綱がおりました。この谷風という方は大変に強かった。何しろ生涯の戦績が308戦259勝13敗、16引き分け、15預かり、5勝負なし。二度は言いません。とにかく9割を超す勝ち星、31連続優勝というんですから、これ波のお相撲さんとはわけが違います。またこの方はただ強いだけじゃなかった、お相撲の神様と言われるぐらいの人格者でございました。で、同じ時代に佐野山というお相撲さんもおりました。この方は大して強くはなかったんですが、親孝行者だったんです。この佐野山は親一人子一人、お父っつぁんと二人暮らしなんでございますが、この大切なお父っつぁんが流行り病でもって伏せってしまう、まあ流行り病と言いますから不治の病、看取り看病、付きっきりの看病をいたしますと、これ稽古ができなくなってしまう。また稼いだお金も全部薬代に使ってしまいます。おまんまもお信仰でお茶漬けサクサクと流し込むぐらいですから、なかなか力もつかない。で、まあ盛りを過ぎていましたので、はたと気がついた時には幕下のどんじりまで落ちてしまった。次の場所一番も勝ちがないということになると、引退せざるを得ない。また辞めたところで食うに困ります。この噂が相撲の神様であります谷風の耳に飛び込みました。あの孝行者の佐野山がの、そりゃ気の毒だこっちゃ。このまま佐野山を辞めさせては相撲道の恥、わしが何とかしてやりたいが。よしとばかりにそのまま筆頭、いわゆる興行主のもとを訪ねまして、一つ頼みがございましてな。これは横綱じゃございませんか、何ですか。お願いがございまして、次の場所一番だけで結構で、佐野山と当てていただきたい。これには弱りまして、そりゃそうでしょう。横綱の結びの一番といえば、もう興行の目玉、メインイベントです。横綱にそれなりの相手が当たろうてんですから、お客様は喜んでみる。それが一番弱い佐野山を当ててくれってんですから、横綱そりゃちょいと無理なお願いです。この取り組みはお客様も喜びません。いくら横綱の頼みと言われましても、それはちと聞けぬ話で、いやいや、そこをなんとか、この通りどうかよろしくお頼み申します。大の横綱が額を畳にこすりつけるようにして頼み込むもんですから、不勝不勝を承知をいたします。取り組みは次の場所6日目の結びの一番と定めます。次の場所です。初日2日3日4日5日と谷風は大入り満員盛況の中、向こう所的なしの5連勝。これに対して佐野山の方はコロ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 負け続けまして、見事な5連敗。5日目の取り組みが進みますと、気がちょーんと入ります。誰には誰、誰それには誰それと、明日の取り組みが披露されてまいります。
再び木がちょちょんと改まったかと思うと、むさびの一番谷風に佐野山、谷風に佐野山。途端に城内はざわめき始めます。辛そうです。天下の盗みの一番で天下の横綱と今自利品の佐野山が当たろうってんですから、こらおかしいだろう、銭返せってもんだ。おい、こりゃ何かあるんじゃねえか、いやきっと何かあるにちげえねえ、なんてんで悪い噂がポッポッポッと持ち上がる。何でも谷風が恋の恨みで佐野山を土俵の上で投げ殺してえじゃねえか、なんて噂も出てまいります。悪い噂ほどあっという間に広がりまして、知らぬは当人ばかりなり。当時のお相撲は十日興行でございまして、5日目と申しますと中日、律儀な佐野山ごひいきんところへ挨拶に行こうてんで出かけます。相撲を負けても下駄さえ履けば勝った勝ったの音がする、なんてのがあるんだそうで、神田の田町に青物市場の親方で鉄五郎、これが大の佐野山のひいきで、いや佐野山よ、妙な噂を聞いてるが、何でも横綱がおめさんのことを恨んでて投げ殺すってじゃねえか、何かの間違いだと思うが、親方さん、相手は天下の横綱、とてもわしがかなうかどうか、いやわしは土俵の上で死ぬようなことがあったらこれ本望ですわい。おい、そうだらしがねえこと言わねえでくれよ、そこは嘘でも構わねえ、嘘でも構わねえからよ、やってみせますとか頑張りますとかさ、そういうこと言ってくれよ。あ、そうか、分かったよ、これは俺が悪かった。じゃあおめえさんにな、気合を入れてやろう。気合でございますか。ああ気合だ。いいか、明日の相撲でな、横綱の申し右でも左でも構わねえ、触るようなことがあったらな、俺が祝儀に20両出してやろう。親方さん、回しに触っただけで20両くださると、おお、これはごっちゃんです。おお、やら気になった。その顔待ってたんだよ。じゃあな、明日はしっかり頑張ってくれ。へえ、親方さん、つかぬことを伺いますが、もし四つに組んだ時には、お前いきなりを言うなすんだよ。お前さんがだらしがねえこと言ったから、こっちはケーキつけてやったんだぞ。四つに組むか。横綱相手に四つに組むんだから。よし。じゃあもう一本足して30両出そう。30両。まわしに触って20両。四つに組んだら30両。では、物差しは？よく書いてきたな、この男は。まあ、横綱相手に物差しは難しいだろう。よしよし。じゃあ、物差しになったらな。よし。片手50両出そうじゃねえか。親方さん、物差しになったら50両くださると。ほう。では、勝った時には。頭おかしくなったんじゃねえか、おい。わかったわかった。面白いじゃねえか。まさかお前さんの口からそんな言葉が出るとは思わなかった。よし。俺も男だ。お前さんがな、万が一勝つようなことがあったら、この店に畳んで100両都合してやろうじゃねえか。なんと100両。これはどうもごっちゃんです。よし、その顔だ。しっかりやっとくれよ。明日見に行くからね。佐野山、強がりを言って表へ出たんですが、勝てる見込みなんざこればっかりもございません。うちへ帰ってまいりますが、まさかこんなこと病気のお父っつぁんに話せるわけがございません。がらり夜が明けますと、鉄五郎のところが弁当を持ってやってまいります。中へ入りますと、まさにすし詰めの大入り満員で、やーい、とっちまえ、とっちまえ、とっちまえ。勝つものあれば負けるもあり、あるいは引き分け勝負なし、番数だんだんと取り進みまして、結びの一番をようように迎えます。呼び出しが声を自慢に呼び分ける。東谷風、西佐野山、名残の水やちり長津、両力士が土俵へ上がってまいりました。佐野山頑張れ、佐野山しっかりやれよ、佐野山頑張って、佐野山やれよ、佐野山しっかり、佐野山頑張れ、佐野山、佐野山、佐野山。一人やってるんで、この辺で勘弁になる。日頃人気の谷風の名を呼ぶ者は一人とてございません。そうでしょう、悪い噂が立っております。
江戸っ子っていうのは方眼美意気、弱い物の見方をしてやろう。これは人情でございますから、佐野山、心配するな、俺がついてるぞ。こんなものついてても何にもなりません。谷風はこの声を聞いて喜んだ。よーし、恨まれとって好都合。よしよし、わざと怖い顔をしたまんま客席をダーッと睨みつける。塩をドバーッと撒いたかと思うと、足を高々と上げてダサンダサン、地響きのような思考を繰り返す。これに対して佐野山の方はひょろひょろひょろっと上がってまいります。塩をちょろっと撒いたかと思うと、ポトポト、あれじゃ雨だれだ。おい佐野山、しっかりしろよ。一度目の仕切り、もう横綱に怖い顔のまんまぐらっと叱られたもんですから、うわー怖い、見ちゃいられない。二度目の仕切り、もう佐野山の方は怖くって目つぶったまんまガタ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 震えている。見かねた行司が、はっきり軍配を返したもんですから、途端に谷風が佐野山の肩のところをトントントンとついたと見せかけてゲッと捕まえてやった。こっちは捕まったもんですから、だしまった、投げ殺される。夢中で出した右手が、長年相撲を取っていた感か、相手の脇の下をくぐって回しにバーン。親方触りましたよ。20両です20両。おい大したもんだ、回し触ったぞ、回し触ったら20両だぞ。天の助けか、この声が佐野山の耳に飛び込んだ。え、あ、本当だ、触った、ありがてえ、これでいつ死んでも大丈夫。お父さん、先立つ不幸をお許しください。ガクガクガクっと腰砕け。これこれ、何をしておるんじゃ、膝をついちゃいかんぞ。横綱、胸と胸とを合わせますと、後ろのミスを持ってほーりゃと、これ持ち上げてくれたもんですから、世間から見るってえと、どう見たってどう見たって四つに組んだように見えます。四つに組みましたよ、30両だ。おい大したもんだ、四つに組んだ、四つに組んだら30両だぞ。今度はこの声が横綱の耳に飛び込みまして、おお何、四つに組んだら30両、おお銭がかかっとったか、よしよし、ではもろ差しはなんぼじゃい。これ、はい、ならんかい、ならんかい、もろ差しですよ、もろ差し。もうこの辺でよかろうと思った谷風、佐野山の肩のところをトーンとついたかと思うと、顔が上がったところへ額の肩を入れてガッ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 いっぱいに寄ってまいりまして、土俵際からよいしょー、声もろともに胴体となって土俵の外へ飛んでいく。胴体となりますと、今日でも物入りというものがつきます。そんなことになってはこと面倒と思いました。さすがに相撲の神様、足を一歩土俵の外へ出しておいてからバーンと飛んだもんですから、途端に軍配は佐野山の方へ。たー、親方勝ちましたよ。何を勝った、見せてたまれてるならねー、よーくやった佐野山、やったぞ佐野山、よし俺の羽織を持ってけ、着物を持ってけ、帯を持ってけ、よしここには紙でも持ってけ、おいそれ俺んじゃないかよ。何から何まで土俵へ投げつけるもんですから、これが土俵の上に山積みとなりまして、後で若い衆がご贔屓のところへ持っていきますと、これがそっくりご周期と変わったというんですから、この一番の収入たるや莫大なものに。この日を境に引退を決意いたしました佐野山。明くる朝、横綱のところへ。横綱、ありがとうございました。誰じゃい、おお誰かと思ったら佐野山ではないか。どうしたどうした、そんなところにペコッと座って顔を上げんかい。顔、佐野山よ、昨日の相撲はの、本当におまはんがわしを負かしたんじゃ。いやいや、わしも勝ち続けておっての、慢心をしておった。いい勉強をさせてもろたぞ。うん、それからの、今場所で引退するそうじゃが、長い間お疲れさん。これは引き弱いじゃ、気悪せんと受け取ってくだされやと差し出しましたのが、仙台港から廃業いたしました大米100両、手つかずにそっくり渡したと申します。
さあこれからというもの佐野山、一心不乱にお父っつぁんの看病をいたしますと、なんとこれが天に通じましたか、奇跡的にお父っつぁんが良くなりました。これから何で食っていこうと思った佐野山、まあ下積みが長かった、ちゃんこ番が長かったせいか、包丁には多少の覚えがあるというので小さな小料理屋さんをしました。その中でもちゃんこ鍋が大変な人気でございまして、子供たちに食わせると親孝行になるってんで、佐野山の親孝行ちゃんこ、孝行ちゃんこと評判になりまして、親子ともども幸せに暮らしたと申します。これからなぜかお相撲さん、廃業するとちゃんこ屋になるという、ちゃんこ屋由来の一石というのは真っ赤な嘘でございまして、本当は漬物屋さんになったんだそうです。どうして漬物屋さんになったのか、なるわけです、佐野山名代の高校息子ですから。ありがとうございます。感謝申し上げます。小生飯塚と申します。今日は5月21日ということで、別に、まあ、親の誕生日とかなんかというわけではないですけども、ま、町内会の方もお見えになっているようですけど、私どもの町内会のですね、花の、あの花壇の花植えと、それから春の一斉清掃が明日なんですね、5月21日。で今日は、その前段というか肥料をですね、各花壇に置く肥料に袋詰めする作業っていうのは、まあ、私はやってませんけど、やってるはずなんですけどね。で今週の日曜日15日の日にですね、役員会開いてて、まあ、その横の方で環境衛生部会が担当なんで、環境衛生部が打ち合わせしてたんですけど、時々その中の一人がですね、総務部長のところに、これどういうやるんだ、どう何やるんだとかって聞きに来てたので、あれなんか引き継ぎってちゃんとうまくいってないのかなと思ったんですね。というのは私5年前に環境衛生部長というのを、まあ、持ち回りの班長で網だくじで当たってしまったもんですから何すればいいのかって全然まるっきりわからなかったんですけど、で前の人に聞いた時には会長か総務部長に聞けばいいよっていうだけで、口頭で言われただけだったんですね。で実際やってみて、なる人って必ず初めてなんですね。基本的に初めての人がなるんで、まあ、なんか、引き継ぎ書っていうわけではないですけども、メモ的なものを作っておいた方が頭の中に入りやすいかなっていうんで、そのメモを作ってたんですね。メモを作って、次の方にお渡しをして、まあ、それは結構、まあ、くだらないったら変なんですけど、例えばどこどこ参加者どこどこ公園にはゴミ袋何枚だとか、飲み物何箱だとか、そういう細かいところまで書いて、でそれで引き継ぎしたんで、あれなんで今頃そんなこと聞きに行くのかなって思ってたんですよね。引き継ぎうまくいってないのかなと思って、そしてどうして新しい環境衛生部長の人が聞きに来ないのかなと思ってたらですね、その何回も聞きに来てた人っていうのは、その引き継ぎすべき前回の環境衛生部長だったということで、まあ、ちょっと驚いたんですけど、まあ、町内会の行事とかやってるといろんなことがあるかなと思います。特に大変なのは会長、総務部長が結構どこもそうかもしれませんけど、長い人が長くなってて、ね、いろんなことを知ってて、まあ、情報に偏りがあるのかもしれないですね。まあ、そんなことをちょっと思ったりしたもんですから、おうどうしたい、今日はねちょいと兄に付き合ってもらおうかと思ってね。どこ行くの。いやうちで水がめが壊れちゃってさ、かかあが言うにはお前さんみたいに買い物下手な人はないってんだよ。安いものをより高く買ってくる不思議な人だ。そこへ行くって言うとね、兄は人間がずる賢くて、口が甘いから、買い物が上手だから一緒に行ってもらえって言われてさ、で一緒に行ってもらえないかな。
お前誰に言ってるんだ？言って、誰って、あ、そうだ、カカが言ってた、本人に言っちゃダメだってまあお前に言われりゃ腹が立たないのが不思議だけど、それでどんな亀買おうってんだ？うん、今まではね1回入りの亀だったんだけど、今度は倍入る2回入りの亀を買おうかと思って。おお、2回入りな。じゃあその後ろのところに立てかけてある天秤棒、それ持ってきな。え、天秤棒？これどうするの？どうするって、それがお前負けてもらう手立てになるって言うんだ。持ったか？じゃあ行こうじゃないか。今日はな、お前に買い物ってのはこうやってやるってところを教えてやるからな、ちゃんと見なくちゃダメだぞ。お前は間抜けなんだから、向こう行ったら何も喋るんじゃないぞ。みんな俺に任せときゃいいんだ。おこの辺り瀬戸の目はたくさん出てるよ。どっか知ってるとこあるのか？どこもないのか？じゃあここ入るか。おい、ごめんよ、うん、へいへい、あ、どうもいらっしゃいませ。どうぞ中へお入りくださいます。今日はねちょっと亀見してもらおうかと思ってな。はいはい、水亀でございますね。え、水亀でございましたら、こちらにございますのが1回の亀となっております。おお、1回入りっていうのこれ、これいくら？あ、大丈夫でございますね。この辺に同商売ずらっと並んでるところをわざわざ選んで入ってくださったお客さんのことでございますので、勉強して働いて3円50銭でいかがでございましょうか？ふーん、そう、同商売ずらっと並んでるところわざわざ選んで入ってきた俺ちゃうことだから、勉強して働いて3円50銭と、そういうのかい？はいはい、さようでございます。じゃあ同商売ずらって並んでなくてよ、勉強しないで働かねえって言うといくらなんだろうな。そういたしますと、3円50銭です。同じじゃねえかよ。いや、聞いてくれ、今日はな、俺っちの買い物で来たんじゃねえんだよ。この野郎の神さんに頼まれてな、こいつは買い物が下手だ、俺は買い物がうまいって言われてさ、それを因縁の通りで買ったんじゃ俺の顔が潰れるってもんだからな、どうだろうな、その3円50銭の50銭ポーンと取っ払って3円ってことで、これ3円でいいな、これいいな、3円でお客様困るんでございます。この商売そんなに儲かるという商売でございませんので、ぜひいいねで。おい、待ちな、この野郎見てみろよ、天秤棒持ってんだよ。わざわざお前のところで買ったものをうちに届けてもらおうってんじゃないんだよ。天秤棒で2人で差し入れ担いで帰ろうってんだ。昔からよく言うだろ、飽きんどは損して得取れな。もしお前のところで3円50銭の50銭ポンと取っ払って3円でいかがでございましょう、言ってみろ、言ってみろよな。俺たちはもう他の店行かないよ、お前のところ一本やりだよ。その時になって本物の商売すればいいじゃねえか。さようでございますか。お客様お言葉上手いらっしゃいますね。差し入れないでお持ち帰りになって、その後私どものところでお買い物いただく、嬉しいことでございますね。おっしゃる通り、飽きんどは損して得点と申しますもんね。そうだよな、3円でいいだろ、これ3円で。そうですね、そこまでおっしゃられるんでしたら、いかがでございましょう、3円50銭で。なんかお前の言い方聞いてると負けそうじゃねえかよな。昔から言うんだよ、飽きんどは損して得取れ、この3円50銭の50銭ポーンと取っ払っちゃって3円でいかんぞございます、言ってみろよな。そしたら俺たちまっすぐ家帰らないよ、友達の家渡り歩くんだ。そして友達ん家の瀬戸物ボン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 壊してお前んとこにみんな連れてくんだよな。負けねえな。またお客様本当にお言葉上手いらっしゃいますね。そこまでおっしゃられるんでしたら、わかりました、3円でお分けいたしましょう。え、負けてくれる？あ、負けてくれるの？すまねえな、なんか無理に負けちゃったみたいだけど、おい、余計なこと言うんじゃねえと、善意出しの善意、3円、あ、じゃあ、ここに3円置いておくね。あ、はい、はい、3円頂戴いたしました。おい、佐々木氏、差し入れできるようにしてやっておくれ。それから、これ、他に言われると困るんでございます。ここはお客様だけ残ってございますんで、ぜひこのことは、どなたにもご内密にお願いいたします。どうぞお後お埋め合わせ、お埋め合わせ、楽しみにしております。おかみさんによろしく、どうもありがとうございました。
お、出ろ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 。兄、何聞いてんだよ。俺が欲しいのさ、一階の亀じゃねえよ。二階の亀。いいんだよ。こうやって一階の亀を持って歩ってると、これが二階になるんだよ。え？日に当たると膨れる？あ、そうじゃねえやな。左曲がんな。あ、もう一遍曲がんな。あ、もう一遍曲がる。あれ？兄、さっきの店の前に着いちゃった。いいんだよ。あ、ごめんよ。はいはい。あ、どうも先ほどありがとうございました。なんかお忘れ物で。お、忘れ物ってとこ見ると俺っちの顔覚えてくれた。覚えるも何も先ほど今お買い上げになったばかりです。いや、とんだドジしちゃってさ、こいつ間抜けな顔してんだろ。こいつんちまで行ってだよ。行って、こいつの欲しいのは一家の亀じゃねえ。二家の亀だって。あ、さようでございますか。二家の亀でございましたか。いえいえ。お間違いはどなた様にございます。二階の亀です。こちらの方に並んでおりますが、二階の亀になります。あ、これが二階入りってやつかよ。ずいぶん違うね。これいくら？こちらなんでございますね。一家の倍入りますので、お値段の方もちょうど倍ということになっております。一家が3円50銭でしたので、二家だと、7円。7円ですけど、あなた先ほど、一回の亀3円でお求めになった。倍だと6円。あ、これ、1円。1円も、おまけすることに、あなた随分手の込んだ買い方しましたね。いや、そうじゃねえ、そうじゃねえんだよ。たまたまこうなったんだよ。こいつが、最初から言わないからこうなっちゃったの。え、じゃあ、6円でいいのか。意外に6円でもらっていいんだな。それからよ。もう一つ頼みがあるんだけどよ。こいつんちの狭い台所でもって亀が2つ3つもあるってのは物が無駄ってもんだから、どうだろうな。この1階の亀下に取ってもらえねえかな。え、それは構いませんよ。うちでお買い上げのと亀ですので下に取らせていただきますよ。すまねえな。え、それでいくらで下に取ってくれる？いくらでって、今お分け、先ほどお分けしたばかりでまだ何も解いてないんですから、傷さえなければ元の絵の通りの3円で取らせていただきますよ。あ、3円で取ってくれるのか。すまねえな。ところで花おめに3円渡したんな。え、3円、ああ、これまだここに置いております。え、花おめに3円渡してこの一家の亀3円で下に取ってくれるんだろ。これ3円と3円で6円だから、この二家の亀持ってっちゃっていいんだな。え、は、いや、はじゃねえんだよ。花おめに3円渡したんだよ。で、この1個の亀3円で下に取ってくれるの？ 3 円と3円で6円だから、この2階の亀持ってっちゃっていいんだな。え、ちょっとお待ちください。サインいただいて、で、亀はこう。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。おい、出ろ出ろ出ろ。ちょっと急げよ。出ろ出ろ出ろ。はい、面白いね、これ。なんか知らないけど、1個の亀2階になった。バカ、笑うんじゃねえ。向こうに気づかれちまうだろう。お客様、少々お戻りを。ほら見ろ、気づかれちまったじゃねえか。お、どうしたい。はい、あ、これで、あい、すいませんでございます。ちょっと感情が合わないようなんでございますが。感情が合わね、さっきはあった。え、さっきはあったと思ったんですけども、やはり合わない方が正しいのかなと思いまして。どうはね、どうはないと、そちらの二家の亀、6円でお分けしたのに、ここに3円しかないんです。あと3円足りないんです。3円足りねえ。だってお前、一家の亀3円で下に取ったんだろ。あ、この亀、この亀がありましたね。ああ、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お、出ろ出ろ出ろ。さっきより急げ、早く。何あの人、まだ気づかねえ。俺でもわからないのに。バカ、笑うんじゃねえ。気づかれちまうじゃねえか。お客様、少々お戻りを。ほら、見ろ、気づかれちまったじゃねえか。おい、おい、いい加減にしろよ。俺たちが亀を持って歩くってえと、感情が合わねえ、感情が合わねえって。まるでおめえ、俺たちが亀盗んで歩いてるみてえじゃねえか。え、誠に申し訳ございません。
私ね、お客様が亀を持って歩いていく後ろ姿も眺めておりますと、ああ今日は商売をしたなという満足感が得られないんでございますなんと申しましょうか、窓辺に漂う一抹の寂しさ、何て言うんで、どうあれ、どうあわないってやるの、6円で浮気したのに3円しかねえ、だっておめえ一個の亀3円で下に取ったんだろ、なんかこの亀に疑惑が残るんですよ、ね、おいそろばん入れろ、いえこれそろばん入れるような感じでない、お前が分からないって言うからそろばん入れろって言ってんだろ、そろばんですか、大変、はいそろばん持ちました、花お前に3円渡したんだよ、3円って入れろよ、あこの3円、この3円は確かにいただいているんです、えこれは確かにいただいている3円です、この一家の亀3円で下に取ったんだろ、3円って入れろよ、なんかその辺がもや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 するんです、え何ですそちらのお客様、えその7人、あその7人20円です、だから花の3円と下取りの3円と、ちょっと待ってください、今分かりそうになると、あなたがダダダダって言うから分かりなくなっちゃうんです、え何ですそちらのお客様、その7人、あそれおまけしません、今日からねうちおまけしたり下に取ったりするのやめますから、同じの隣の店で売ってますから隣の店で買ってください、この3円、この3円は確かにいただいてる3円で、この亀はそちらからこちらに来る、そちらからこちらに来るってことは3円入れなきゃならないんだけど指が入れたがらない、お前何言ってんだろさっきから、お前なんか勘違いしてないか、この下に取った亀床の間に飾っておくのか、これ3円で売るんだろ、3円で売るってことはこれは亀のようだけども亀でなく3円だと思わなきゃダメなんだろ、亀だけども亀でなく3円だ、なんだか余計分からなくなってきた、3円と3円足して6円になることくらいは分からんのか、いい私も飽きんと3円と3円足せば6円になることくらいは分かりますよ、だけど生まれて初めてなんですよ金と亀を足すのは、なんだか訳が分からなくて、おい佐々木氏大きいそろばん、大きいそろばん同じだろうが、どうなってるとお客さんすいませんね、この一家の亀持って帰ってください、うちじゃ一家の亀いらねえってそう言ってんだろう、ええですからこの3円もお返しいたします、厚く御礼を申し上げます。第151回大和屋美人寄せということでございまして、今日もこんなにたくさんのお客様に恵まれましてですね本当に嬉しい限りでございます、ね、でもねもう私はこう言っちゃなんですけども、もう70を過ぎるような感じでございましてね、奥様本当に時代の方がどんどん行っておりましてね、なかなかついていくことにこうね必死なんでございますよ、こう見えましてもね最近まあご案内のように今スマホというやつがありましてですね、スマホねあるんですけども、あれってなかなか難しいと申しますかね、なんですよ。で私実家と申しますかね、生まれ育ちは島根の松江なんでございますけどもね、うちのじいさんが質屋やってたんですよ、質屋ですからね、テープレコーダーつかからカメラというよりは写真機っていうやつですよね、成功の腕時計とかもう満載だったんですよ、ですから結構ねテープレコーダーは3台4台ぐらいありましてね、そのうち売れるとなくなるというような感じだったんでございますけど、その祖父がこう亡くなりまして、質屋を廃業することになりましたら、いわゆるその文化危機っていうんですか、それがプツッとこう途絶えましてですね、それからもう大変だったんでございますよ、テープレコーダーはそのままでございまして、でいきなりなんかその CD っていうんですか、
CD が来ましてね、どうしようかなと思っているうちに MD というやつが来ましてね、で今は USB という、なんかそのアメリカかみたいな感じなんでございますけどね本当についていけないもんでございましてね、なんかこう穏やかに穏やかにこう生活するのが一番いいわけでございまして、もっと昔になりますと、まんじゅうを知らない国なんていうのがあったんだそうでございまして、まんじゅうを知らない国に、田んぼのあぜ道かなんかにまんじゅうが置いてありますってとえらい騒ぎになったんだそうでございまして、あれこれなんだびやなんだびやって、それむすりにかむしなら、むしでこれ手とか足とか引いてるだみおめえそのくわでつついてみろや、まんじゅうをくわでつついたら中からあんこうが出てまいります。ジョリー、去年の小豆の出来は悪かったと思ったら、こうだな虫が食べてにしげえねえだ、こうだな虫は生かしておくにはあんねえだ、この野郎この野郎ってんでまんじゅうを潰したという話が残っておりますが、そういうような話が幕開けでございまして、越後神殿唐在、松山村小一家村には鏡というものがございません土地に、正直者正助と申しまして、大層親孝行者が住んでいたんだそうでございまして、この正助、両親がこの世を去ってから18年の間一日たりとも親の墓参りを欠かしたことがないということでございまして、このことがお上に聞き及びまして、ご褒美を授かるということになって、まあ昔はこの親孝行をしますと、お上からご褒美がもらえたんだそうでございまして、松山村正助並びに町役人村役人ども相揃いよるか、揃いよってございます。おそうか、松山村正助表を上げ、正助でございます。おその方何歳に相なる。あ、42でございます。おその方聞き及ぶに、親が亡くなってから18年の間一日たりとも墓参りを欠かせたことがないという孝行心、あっぱれ至極の大丈夫、褒めて使わすぞ。いや、おら特別この褒められるということはした覚えはございませんで、まあ他の親の面倒を見るっていうんならに、またご褒美っていうこともあるかもしれねえだもん、自分の親でございまして、親の面倒を見るっていうのは当たり前のことでございます。まあやってたことは親に逆らわなかったっていうぐらいなことでございまして、まあ褒め預かることには及びませんでございまして、でもそのことがお上に聞き及び、この度お上よりご褒美を下し置かれることになった。何でも欲しいものを申せ。いやほらね、本当にあまり欲しいものはねえでございますが、せっかく神より下し置かれるのを断ってはかえって無礼であろう。電池電波たがよいか、金がよいか。いやまあほら電池電波たって言いましてもね、お父っ様からもらいました電池電波たはございまして、それでも精一杯でございます。この上電池電波たもらいますと小作人ば雇わなきゃいけにくになりまして、そうなりますと、小作人ば雇うような身分じゃございませんで、まあお金というのもこれはおらの歓迎でございますが、お金もらってもあんまりいいことはねえでございます。お金もらうとね、働く気になりやせんで、だからあまりお金というものはそう申してもの、何か望みがあろう。お望みを叶えて使わすぞ。お何なりと申せ。お望みでございますか。ああ、本当に叶えてもらうんでございますな。神のお言葉によって叶えて使わす。何なりと申せ。なのもおらば仏なども、お父っ様が亡くなって18年の間一目夢でも会いてえなと思って毎晩毎日寝るんでございますが、18年の間お父っつぁんの姿が見えませんでございます。かっさまはねたまに夢に出てくるだも、お父っつぁまっていうのはなかなか出てまいりませんね。ですからこのお父っつぁま夢でもいいですから、この会いてえと思いまして、会わせてもらいてえと思いまして。おおそうか、
これはなかなか叶うことはできませんが、このお役人の方がこのとんちを聞かせまして、村役人その方に聞くが、庄助の父庄左衛門はいくつでこの世を去った。確か45だと覚えております。おそうか、庄助は父庄左衛門に似ておるか。あ、それはもう瓜二つ、その身そのままでございます。お、そうか、はい、分かった。んで、その自分には各お役所に、八田の御鏡の写しというもの、いわゆるコピーでございますけどもね、それがあったんだそうで、それを持って、お、庄助、その箱を開けてみよう。ありや、あ、この箱でございますか。あ、箱も立派な箱でございますな。はあ、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 あら、とっつぁま、あ、とっつぁまでねえか。なんでそんなところにおようござしやった。あ、とっつぁま、とっつぁま、そんな寝てばかりいりえねえ。こっちさ、出てまいりえ。あ、こっちさ、とっつぁま、ありがとうございます。うん。ただしな、余人に見せるではないぞ。コア親に似たる者をぞ亡き人の恋するときは鏡をぞ見よというお歌をつけてお渡しになった。他人に見せちゃいけないってんで、庄助はこれはこうもう隠すように持って帰りまして、庄助のうちの裏に納屋がございまして、その納屋の中に古いつづらがございまして、そのつづらの中に、その鏡を入れまして、朝夕と申しますか、朝席に、とっつぁまおはようございます、とっつぁま行ってまいります、とっつぁま帰ってまいりました。毎日毎晩この行ったり来たりなんかしておりまして、それをこう不審に思いました女房のおみつというやつが、あら、なんか隠し事をしてんじゃないかなと思って、庄助が外に出るのを見計らって、納屋の方に参りまして、あら、こらなつづらの中にこの箱、立派な箱だ。はあ、何があるかわからん。お、庄さん、こんなところにあれ、おなご隠してる。寝てばかりいて、この人の旦那をたぶらかすような顔してるか、この野郎。たぬきみてえな顔しやがって。なんだ、こっちさ、出てこう、今蹴ったよ。おかんなせ、ママ食うべか。ママでもなでも食いなせ。なんだ、ずいぶん顔色悪いけども、なんかあったの。なんかあった子供に、おめさま、納屋の、箱の中身、あれを見たのか。いや、あれ、女子を隠して、たんで、普段喧嘩をしないような夫婦がもう大喧嘩をしまして、たまたま、林村の、尼さんでございまして、このビクニさんという人がこうさっとこう通りがかりまして、あら、翔さんも、おみつさんも何喧嘩するだ、手離して、おみつさん、そっと離れなせ、何するだって、うちの旦那がおなご隠して。おなごではねえ、あれはお父っつぁんだ。おや、お父っつぁんってことはね、おなご、まあ手離せなせ。そう、何、はあ、はあ、あ、おなごを隠してる。いや、おなごではございません。あれ、うちのお父っつぁんでございます。ああ、翔さんが、お父っつぁん、ね、おみっつぁんが、おなごを隠してる。わかった。おらがね、確かめて、そのおなごに話しつけるから、ちょっと待ちなせ。おなごだ。翔さんよ。おみっちゃんよ、喧嘩することはねえよ。おめえたちがえれえ喧嘩するから、中のおなご決まりが悪いと見えて頭坊主にしたよ。たくさんのお運び様で御礼を申し上げます。毎度おなじみのところでご勘弁を願いたいと思いますけれども、まあ、よく困った時の神頼みなんてことを言いますね。
でも貧乏神とか疫病神、死神、なんて言いますと、これはあんまり、お付き合いしたくない神様でございますけれども、やだやだ、やっちゃったな、どうもな、仕事もねえし銭もねえし、借金まみれでもってニッチもサッチもいかねえや。またかかあがな、やいのやいのうるせえからな、いっそ死んじまおうかな。それがいい、死のう。だけど死のうったって俺初めて死ぬんだからな、死ぬようはわからねえけれども、どうやったら死ねえんだろうな。教えてやろうか。なんだよなんだよ、おめえは。死神だよ。死神、そっち行けよ、君は。俺の前どっか行ってくれよ。まあまあ、そう邪険にするね。おめえ仕事もねえ銭もねえから死にてってんだろうがな、無駄だよ。人間ってのはな、いくら死のうとしても寿命が尽きねえうちは死ねねえんだ。おめえにはまだまだ寿命がある。それよりな、よかったら仕事世話してやろうか。医者になってみねえか、儲かるぞ。医者ったって俺は脈も取れねえし薬も調合できねえよ。そんなことはできなくてもいいんだ。病人ってのはな、必ず枕元か足元に人には見えねえが死神が座ってんだよ。おめえには見えるようにしといてやった。足元に座ってる時は病だ。死神を消してやるよ。どんなに重い病人に見えてもこれは治る。ところが枕元に座ってるときゃ寿命だ。軽い病に見えても寿命が尽きるんだから、触ることはならねえ。決して触るなよ。足元のときだけ呪文を唱えて手を二つポンポンと打ってやりゃいい。呪文っていうのはどういうんだい。一遍しか言わねえからよく聞けよ。アジャラカモクレンテケレッツのパでポンポンだ。そんなことでもって、アジャラカモクレンテケレッツのパ、こんなことでもって、あら死神さん、なるほど、消えちまったよ。さあ、それから家に取って返しますってと、かまぼこ板がございましたんで、これで金でもって金首入りの字で医者と書いて表に出しておく。やがて依頼が参りまして、あい、すいません、こちらの、医者の先生のお宅でございますか。実は手前どもの主が長患いでもって、ぜひ先生に直していただきたいと思いまして。あら、早速来たね。じゃあちょいと行ってみますか。行ってみるってえと、病人の足元に死神が座っている。本当だ、見えるよ。あ、すいません、ちょっと皆さんね、隣の座敷にちょいと行っといてもらえませんか。私と旦那と二人っきりにさせてもらいまして、アジャラカモクレンテケレッツのパ、足元の死神がスッと消えていく。それまでうんうんとうなっていた病人が、おい、誰かいないかい。いやー、久しぶりに気分がいいや。腹が減ったよ。旦那様、腹が減った。先生、病人が腹が減ったと申しております。やはりここは病み上がりですから、重湯かお粥かなんかの方が。ああ、腹が減ってんだったらね、ああ、じゃあ天丼二人前ばかりね。天丼、しかも二人前、一つは私が食べますんで。かしこまりました。さあ、天丼を
ペロリと平らげるってと顔の色もすっかり良くなります。さあ、こんな五名医が江戸にいたのかということで、たちまち大変な評判になりまして、お金はじゃんじゃん入ってくる。借金は当のうちに返してしまいます。さあ、お金がありますから、周りの女の子連中なんてのも放ってはおきません。先生、私ね、髪型見物行ったことないの。行ってみたいな。先生、私はね、お伊勢参りに行きたいな。先生、私はとりあえずその辺。あ、分かった分かったな。みんなしてな、一緒にな、ホールで遊びに行こうじゃないかなんてんで、女の子をですね、大勢はべらせながら方々で遊ぶ。まあご存知の通り、お金というものは使えばなくなってしまうものでございます。まあ女の方でも別に男に惚れてるわけじゃない、懐に惚れてるわけでございますから、お金がなくなってしまうというと誰もいなくなってしまいます。いやいや、サバサバしていいやなあ、どうせ打ち切ってまた看板あげりゃ金はいくらでも減ってくるんだってんで、また看板をあげたんですが、今度はさっぱりと見舞ってくれという、依頼が参りません。たまに行くってと、どこへ行っても病人の枕元に死神が座っている。あー、どっかに程のいいな、病人がいねえもんかな。先生、こちら先生のお宅でございますか。実は私はある棚に奉公するものなんでございますけれども、手前どもの主がですね、長患いでもって日中もさっちもいけねえんでございます。ぜひ先生に直していただきたいと思いまして。そうですか、じゃあちょいと行ってみますか。あちらが旦那ですかい。ああ、枕元に座ってやがら、しょうがねえな。番頭さんですかい。いや、実はね、お宅のご主人、これはね、寿命でございますよ。私にはね、どうすることもできねえんで、一つご勘弁ください。先生、今主に行かれてしまいますと店が潰れてしまいます。主の命あと1年延ばしていただければ、お礼に千両差し上げます。千両？千両あったらお前長者番付に名前が載っちゃうね。いや、私もね、金のことを言われてね、あれこと言うの嫌なんですけどもね、それは人間だよ。欲はあるよ。千両欲しいよ。でもね、できねえものはできねえんですよ。一つご勘弁ください。先生、そこをなんとかお願いいたします。いやー、直してあげてけどね。なんであそこに座ってやがるんだろうな。足元に座ってりゃいいじゃねえかよな。あっちじゃなくてよ、こっちに座ったらいいんだよ。あっちじゃなくてこっち。坂東さん、お宅に視点の利く腕っぷしの強い若衆が寄っておりますかい。5人でも10人でも、いや4人でいいんだよ。その4人をね、旦那の寝ている布団の四隅に一人ずつ座らせてもらいてんだよ。ね。いつになるか分かりませんがね。これはね、賭けだよ。負けたらごめんなさいね。私がね、目配せをする。膝をポンと打つ。その時に、4人の若い衆が、おのおの、布団の四隅を持って、旦那の布団をぐるっと半分回してもらいてんだよ。できるかい？もちろんでございます。さあ、長い勝負が始まる。夜も次第次第に更けてゆく。病人のうなり声だけが響こうという、死神の眼光だけが鋭くギョロギョロ。持ってくれよ、今しばらく持ってくれ。祈るように見ておりますってと、やがて東の空が白み始めます。まあ死神の方でもそうそう頑張ってはいられないようでございまして、枕元でもって時折こう居眠りが始まった。ありがてえ、寝ちまえ寝ちまえよ。祈るように見ておりますってと、死神の頭がガクンと下がりましたんで、ここなら目配せをする。膝をポンと打つってと、布団が半分回る。頭だった方に足だった方に頭、あじゃらかもくれんてくれっつのが、死神がはっと気づきますってと、てめえが
病人の足元にいるもんですからギエー、そのまますっと消えてしまいました。先生ありがとうございます。いやあ、主が嘘のように元気になりました。こちらお約束のお礼でございます。お礼の千両箱でございます。お礼の千両箱、箱だけ？いやそんなことはございません。ちゃんと中身も入ってございますんで、さあ小判を懐にねじ込みますってえと、へえ、なんで今まで気づかなかったかな、この手があったよ。それにしてもな、あの驚いた時の死神の顔ったらなかったぜ。ざまあ見ろってんだな。おいおい、お、いつぞやの死神さんじゃございませんか。お久しぶりですね。なんだってあんな真似をしやがったんだよ。え、もう耳に入ってるんですか。さすが神様ですね。いい手を思いついたでしょ。あれだったらね、いくらでも病人治すことができるんだよ。金はじゃんじゃん減ってくるんだよ。枕元の死神には手をつけるなと、あれほどきつく言ったのをなぜ守らねえんだ。病じゃねえんだよ、寿命なんだ。それをどうこうできるほど人間ってのは偉いのか。まあいい、俺と一緒に来い。どこへだよ。いいから来い。さあ杖で地面をポンと叩きますってと、大きな穴がぽっかりと開きます。この杖に捕まれ。やだよ、捕まれねえってそう言ってんじゃねえか。あ、てめえ何しやがったことやろ。え、おいおいおいお前、俺の手じゃないかよな。あ、杖なんか掴むんじゃねえよ、掴むんじゃねえっつってんだよ。いいから来い来い。いや、どこ連れてくんだよ、真っ暗じゃねえかよ。だあ、頼むよ、どこ連れてくんだよ。え、うわ、勘弁してくれよちょっと。あった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 、急に眩しくなりやがった。こら、ずいぶんたくさんのろうそくだね。これは一体何だい。一本一本が人の寿命だ。ああ、人間の命はろうそくの火みてえだなんてこと言うけれども本当なんだね。あ、なんかそっちに今にも消えそうなやつがあるけども、これはやっぱりどっかのじいさんかばあさんのかい。おめえのだよ。脅かしちゃいけないよ、てめえが言ったんだろよ。俺にはまだまだ寿命があるってよ。こんなはずはねえじゃねえかよ。その後ろでずいぶんまっすぐに元気に燃えてんのが今朝までおめえのろうそくだったんだ。もうほとんどのろうも残ってねえで、今にも消えそうなおめえのろうそくは今朝までおめえが助けた旦那のろうそくだったんだ。布団が半分回った時にこっちでもろうそくが入れ替わったんだ。千両で命を売りやがったな。そりゃ安いのか高えのか知らねえよそんなことよ。元に戻してくれよ。いっぺん入れ替わったものはもう二度と戻らねえよ。ダメよ、俺死にたくねえんだよ。死にたくねえよ、死にたくねえよ。頼む、助けてくれよな、助けてくれ。みっともねえ野郎だ。これをおめえにやら。もうほとんどろうも残ってねえで、今にも消えそうなろうそくの火をこれに継ぐことができりゃ、今度がおめえ、これがおめえの新しい寿命だ。だがな、消えたら死ぬよ。分かった、やったろじゃねえかよ。本当にもう、これにつけりゃいいんだね。おお、震えてるな。消えたら死ぬよ。分かった、余計なこと言わないでくれよ。今集中してんだからよ。ああ、だんだん汗が目に入っていて、
ほら、ほらほら、消えたら死ぬぞ。黙ってくれ、ちょいとの。今、ちょっとつきそうだったんだから。おお、やったやった、ほら死神さん見てくれよ、ついたよついた、やったおおめえ、この後に及んでなかなか運のいい野郎じゃねえか。なあ、よかったな、今度はそれがおめえの新しい命だな。あまあまあ言ってみりゃ、今日がおめえの第二の人生の、まあ、誕生日ってとこだな。うん、誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。あ、死神さんどうもありがとうございます。ありがとう。いやー、なんか聞いてて、ヨッシーさん、師匠を超えたかもしれませんね。というのは、ヨッシーさんと実は私、同じ誕生日の日なんですよね。それでね、昔はね、一緒に誕生パーティーをして、ハッピーバースデーという風やって、二人で死んでたんですけどね。今は先にさっさと死んでしまうようですが、すいません。いや、でも本当にまず、あまり長くならないうちに、今日 の, お話の、ちゃんと題をお題目を唱えさせていただきます。はい、最初、聖翔さんの粗骨の釘、次、ブッダネさんの五章うなぎ、はい、一番さんが佐野山、手中入りを挟んで、飯塚さんの坪山、会計士ですから、はい、はい、そして、お箱師匠の松山鏡、はい、もう何やっても、もう師匠節になっているので、皆様あれですが。そして今話した死神ヨッシー様、皆様本当に本当に素晴らしくなっていて、私はもう感謝でございます。浜谷様いかがでございますか。皆様本当に同じ大学時代が比べたらすごい運転の差でございますでしょう。正直に言ってください、ずいぶんうまくなったと。それで、ね、本当師匠たちもそうですが、お弟子さん方ももう本当にプロになると思います。プロになるっていうか、それでいろいろ仕事終わった後はプロ談義もできたいんですけど、まだまだ皆さんとお話ししたり座談会はできない状態ですので、もう早く6月末に、国からの発表があって風対応になって、まあ、マスクは、まあ、少し外れないとしても、少しお話だとか、なんか、あまり重症にならないのがはっきり分かったり、薬がちゃんとできれば、もう皆さんと囲んで、155回でしたかね、私、なんかご縁があって、無料招待した方がたくさんいらっしゃるので、きっと盛大になると思いますので、ぜひその時含めて、第座談会みたいなので、お酒など振る舞って、大野さん喜んできてください。朝から先頭切って、多分船長さんが一番最初に飲むんだと思いますが、はい、すみません。そういう会をやりたいと思いました。早くそういう日が一日も早く来るように155回目指して、コロナを飛んでけということで、あまりごちゃごちゃ言わずに、まず皆さん元気で、3回4回 の, ワクチンどうでもいいので、自分の体を、いや本当です。これ打ってもね、うちの一族ちょっとここじゃないんですよ、本州のうちの一族が3回目打って4回目打った方も、ちょっと仕事から4回打った方もいたんですが、かかってしまいまして、でも全然症状はそうでもないんですけど、ちょっと一人熱出ましたけど、打ってもかかるんですね。だからただ重症化なるかならないかも含めて、どうしてもかかるものなので、なるべくかからないようにしながらも、楽しくいきたいと思いますので、まずはコロナが飛んでけという今年1年間のスローガンになってしまいましたが、楽しく早く美人寄せも含めていろいろ落語を広めていきたいと思います。皆様ぜひまたお運び足を運んでください。今日いらっしゃった方で名前書いていて、
いつもの言いますが、来られない方がお電話くださればいいと思ってますので、今日のこの人数は頭数ちゃんとお席は用意しておきますので強制的になんか言ってみたいですね、はい、その前に砂川に行ってやってください。行きましょう。私は10時32分の小谷発で乗っていきますので、皆様別に合わせなくても結構ですから好きに勝手に来てくださいということで、まず長丁場みたいなので途中で入ってもいいのかな師匠それはどこかわかりませんが、一応砂川のみんなが一生懸命やってますので、本当に盛り上げてあげたいと思います。本当にお箱さんの教え子たち、子供たちの落語を本当に皆さんにお聞かせしたくて、しょうもない次第でございますが、一日も早く、ね、みんなの夏休みでも皆さんの前で、七つ星さんのね、期待ですね。本当に素晴らしい流れがありますので、ぜひよろしくお願いいたします。まずは、皆様元気でまた来月お待ちしております。どうも今日はありがとうございました。